株式会社ジクトはかつて栃木県に存在した外食産業。旧社名は株式会社グー。2006年に居酒屋チェーンなどを展開するコロワイドの参加に入った後、2009年3月26日付で同じコロワイドグループのアトムと合併、アトムの一部門のジクトカンパニーとなった。本校では合併後のジクトカンパニーについても述べる。ステーキレストラン。 ステーキグをはじめとして、焼肉、トンカツなど、肉料理を中心とした飲食店を手掛け、主に東日本から近畿地方にかけてにチェーン店を持つ。1980年代から1990年代にかけて急成長を遂げ、元気寿司や小島と並んで、栃木県に本社を置く企業では、メジャーな部類に入っていた。旧社名の宮は、 本社所在地であった宇都宮市の宮に由来する。メインバンクである足利銀行の経営破綻や BSE 問題などで赤字経営が続き、2005年には粉飾決算が発覚。創業者一族は経営から退いた。また指定管理者として選定されていたロマン、チック村の運営も辞退することとなった。2006年7月にコロワイドの参加に入り、 2007年3月には、コロワイドの完全公会社で、東北地方を地盤とするアムゼを、吸収合併し、株式会社軸とに、社名変更。介護部門から撤退し、本業回帰で、経営の立て直しを図る最中、2009年3月にアトムに吸収され、法人としては解散。最後の社長となった、小沢俊二は、新たにアトムの代表権のある、 副社長を兼任する形で、同社ジクトカンパニー社長に就任した。後に、社内カンパニー制は廃止されたが、ジクトがコロワイドの北関東地域の事業を担う一員にも、なっている。ステーキー系列で使われている、宮のタレは、スーパーマーケットでも流通している。元は、コロワイドから派遣される形で、宮が、吸収合併したアムゼの社長であったが、 この合併に伴って、軸との副社長となり、その後軸との社長に昇格するも、その軸とも、吸収合併されることになり、またも吸収した側の会社の副社長になる、という経緯をたどっている。2011年4月1日付で、アトム本体の社長に昇格。ただし、住所は、本社ではなく、宇都宮支店の所在地が、商品に表示されている。ナスコ原店。 宇都宮市日東の同名店舗は株式会社ベルシステムズによる経営。現在は、サオトメ総合プロダクト参加。ありがとうございます。